ロジャー安川は日系アメリカ人のレーシングドライバースポッター。アメリカ合衆国カリフォルニア州出身。身長171センチメートル、体重68キログラム。マネジメントはスピードオブジャパンに委託している。アメリカ国籍だが日本のメディアでは日本人として紹介されることが多い。父は F1 のレートンハウスマクラーレン等で養殖を歴任した安川実。アメリカで生まれ、日本とイタリアで育つ。モータースポーツ業界で働く、父の影響を受け、1990年にカートを始める。日本で育つうちに、英語はすっかり忘れていたため、一から勉強し直したという。 1997年にイギリスのジュニアフォーミュラであるフォーミュラボックスホールジュニアに参戦して本格的に4輪レース活動を開始。1998年にはアメリカのフォーミュラダッジシリーズのシリーズチャンピオンを獲得。以後アメリカでチャンプカーやインディカーシリーズの買いカテゴリに参戦する。2003年に鈴木アグリ率いるスーパーアグリ。 フェルナンデスレーシングからインディカーシリーズにフル参戦を開始するが1年でシートを失うその後2005年にドレイヤーレインボールドレーシングから再度インディカーシリーズにフル参戦するが結果を残せず2006年以降はスポット参戦するのみの状態が続いた2008年インディ500のプラクティスにて モナコグランプリルマン24時間レースと並ぶ世界三大レースの一つであるインディ500に2003年から2007年までの5年連続で参戦した。2008年は6年連続での出場に挑戦したが予選落ちとなって記録は途絶えた。翌2009年はコンクエストレーシングからインディ500参戦のために交渉を行ったもののブルーの準景らにシートを奪われてしまい。 出場できなかった。なお、インディジャパン300には、ドレイヤーレインボールドレーシングから参戦した。2010年から佐藤拓馬の専属スポッターとして契約し活動する。そして第16戦インディジャパンでは、コンクエストレーシングからスポット参戦し、20位完走の結果を残した。2014年に、安川は、ドライバーとしての復帰を探るため、 一時的に佐藤とのコンビを解消した。しかし後に佐藤の磁気談判により再びコンビ復活と相なった。2017年の第101回インディ500では終始的確な状況説明で佐藤のドライビングを支えインディ500優勝における重要な役目を果たした。スポッターは通常英語のみ使用するが佐藤拓馬がブリックヤードを超えた後 おめでとうと日本語で短く祝いの言葉を本人に伝えている。2018年1月に佐藤がメインゲストとして出演した NHK の地上波番組である嵐・相場のグッド。スポーツでスタジオにサプライズ登場。二人の絆の深さが紹介された。2019年にはチームスタッフとしてチーム協に加入。2020年には チーム協が、デールコインレーシングとの協力体制により、インディカーシリーズに参戦することになり、アレックス・パローのスポッターを務める。2021年、パローが、チップガナッシシレーシングへ移籍すると、安川も一緒に移籍し、主にパローのマネージャーを務めている。同年パローはチャンピオンを獲得した。ありがとうございます。